おかわりください。165杯目。皆様こんばんは。こんばんは。なんかわかんないけど拍手をしてみました。もう10月一日でございます。一日、あ、エフォンコザスタジオがまだ9月ですけど大丈夫ですか？10月1日、今日は何の日って言ってたかな、忘れたな。昨日はね、くるみの日だったそうです。なんかネットで見たところによるとね、9月30日3 9と3とくるみの日だったそうなんですけど、今日は何の日か分かりません。とりあえずでも10月が始まりました。おかわりください。今日も間に合ってないし、10月になりましたが、今月もドタバタとお送りしたいと思います。よろしくお願いします。しれーっと入ってきやがった、くそ。ということで今日はカオリンは連絡ないですが、ナミーと新一郎でお送りします。お送りいたします。イエイイエイ10月イエイ。イエイ。もうわけわかんねえ。絶対間に合うと思ったんですけど、あのバスが突然止まるんですよ。わかるわかる。あそこね、左に入ってるとね、うん、結構痛い目に遭う。そう、もう大変なんですよ。バスのせいですよね。みんなバスのせい。そう、みんなバスのせい。バス野郎のせいですよ。なブツ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 言ってますが、今日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。宛先はこちら、761@fmkoza.jp。 こら！すいません、ね、761@fmkoza.jp までお待ちしております。すごいバイブレーションだった、ね、何この圧が。そう、落ちちゃった、ね、久しぶりにちゃんと来たと思ったらね、ドッタンバッタンしてますよ。アッキーさんもさっきまでそこにいましたけど、タロスケさんがのーなみさん、しんじろうさん、こんばんはということで来てます。こんばんは。こんばんは。アイコンが可愛いですね。そう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 、チャンリオメだった、サンリオの自分のオリジナルのアイコンが作れるっていうのがあって。あ、そうなんですね。それチャンリオメーカーっていうやつで作ったやつです。なんでこんなちっちゃい声で言ってんの。どうぞ、番組中にやってもらって構わないですよ。今なんか期間限定かな、スヌーピーのキャラクター、ピーナッツっぽく作れるっていう、あの漫画のね、作れるっていうやつもあるみたいです。そっちやろ。なんかそんなので、なんか変な情報流出とか迷惑メールとか来たりしないのかなと思って、あんまりもうそういうのめんどくさいからやってないんですけど、ね、来ますよね、絶対来ますよ。うん、だと思う。いいねと思ったらシェアみたいな、うん、あれは感動したらシェアみたいな。そうそう、あれはやめた方がいいんですよ。そう、印象がね、私にはあるっていうことですよ、うん。かなりすごいじゃないですかこれ。何がピーナッツメーカー。それまだ、それすら開いてないから分かんない。あー、でもなんか髪型とかパーツとかを選べるわけですよね。 すごいな、うん、これ面白そうですね。番組中になんか作ってくれるらしいです。俺よくこういうアバターみたいの作るんですけど、うんうん、坊主なのであんまりなんかあれなんですよね。特徴なしみたいな、メガネの坊主みたいな。失礼ぐらいしかないんですよ。でもうなんか変えることっつったらちょっと浅黒くするぐらいです。ごめんごめん。普通に謝る。はい、じゃあ新一郎が今日放送中に自分に似てるアバターを作ってですね、うん、あの皆様にご報告するかと思いますので、有料で入る。でなんか有料で課金するとなんかすごい、そう、課金するつくとか、そういうのかな、メガネが綺麗になる。ブランド物になるとか。わけわかんねえ。じゃあとりあえずですね、曲1曲目お送りしたいと思います。先週かけられなかったリクエストが結構ありましたので、そちらから行ってみたいと思います。まさかまたね、 FM 小沢のこのスタジオ前パーカーベニュー入り口でこの歌が大音量で響き渡るかと思うとちょっとゾッとしますが、今日の1曲目お聴きいただきたいと思います。どうぞ。
誰かさんと誰かさんが乗り場だけだよね。面白い。カレーの感想結構来てるらしくて、はいはい、メールというかコメントをまとめてくれてるらしいです。素晴らしい。ただ、FM 火山のサポが今もみんなギノワの方に行っているので、はいはい、今日は多分ね、今日は誰もいないです。誰もいないので、誰も帰ってこないので、でもなんかまとめてくれてるらしい。どんぐらい来ました？結構、まあ、僕水木金の夜しかいないので把握できてないですけど、昼はだいぶ、あの放送のカレーの次の日に速攻取りに来ていた人がいるみたいで、だいぶでも出てますよ。うん、すごい。3巻セットで差し上げてるんですけど、カズキが、うん、どのぐらい行ったか知りたいっていうのと、うん、もし可能だったら山内さんに、はい、その社長に手紙を送ってほしいと。ありがとうございましたって手紙を送ってくれたら、また次もあると思うから、はい、お伝えしましょう。こんばんは。そうですね、あんだけいただいてますからな。そう、先週もだから普段聞いてない人がカレーもらいましたね、ごめんなさい、美味しかったですとかって感想来てて、ほら、タロスケさんもびっくりじゃない、日曜日の昼に12時ぐらいよ、送った月曜日の午後に届いたり、ぐらい。最近のやつすごいですよ。すごいっすね。日本はやっぱ異常にいいらしいですよ、その配送サービス。そう、日本はやっぱり、で、やりすぎてるので、佐川とかがもう割に合わないって言って、アマゾンが撤退してるんですよ。アマゾンのものは取り扱いませんね。何時間後とかに送るとかっていうサービスとかってそうなんですよ。今日これ食べるよ。すごいチャレンジ。想像つかないんじゃない。ニューヨークの朝食の味って分かんない。バカじゃないのって分かんないですね。課金したらできない。スキンヘッドしかないです。スキンヘッドしか。課金したいね。今日カラムーチョのなんかすごい辛そうなやつもあったんだけど、自ら買うものではないと思ってやめました。また痛いとスタジオ中に響かれる。タイカレーのお礼に新一郎さんで、D のエッグ30倍カレーを送りますから。待ってます。放送中に食うんだよあれ。食べましょうね。温めると辛さが倍増するよ。タイカレーもそう。たまにやってるじゃん。タイカレーも美味しかったって先週のメールをくれていた。もう素直に美味しい。でも素直に美味しかったですよね、確かに。チャンリオのやつがいいな。多分チャンリオで。なんか来てますよ。あれすみません、行けませんでした。あれでしたな。まだ始まったばかりなんです。まだ1時間あるのに。なんか一人誰か休んでてって言ってたから。あなた長期休養。そうそうそう。タイカレーのグリーンよりはるか辛いだって。うっそ、30倍、うん、でもタイカレーもさ結構常温で食べたじゃん、はいはいはい、結構辛かったじゃん。新千葉さん来てんで、もう一回写真撮っていいですか。あ、そうだ、はい、ダブル宣伝入れておきましょう。いきます。ほい、チーズ。ありがとうございます。あれでした、頑張って作ってました。女の子キャラです。どうりで髪がないスキンヘッドの女の子かい。ぼちぼちです。はい、今日の1曲目お送りしましたのは、先週ですね、あららがまサイガーさんからリクエストをいただいてました、うん、オヨネーズで麦畑お送りいたしました。
超懐かしいですけど大音量でね、あのここパークアベニューに響き渡ってますからまあ ね、 いいですね。ちょっとみんな無表情でこう通り過ぎていくんですけれどもまあそれもそれでね、この番組ありかなと。でそう、先々週ね、うん、先々週でしたよね、カレーのプレゼントね。先々週かな、うん、先々週のカレーのプレゼントから、早速感想が、先週も番組にもらいました、うんうん、ありがとうございますとか、でそれで初めて聞きましたって、この番組はね、あ素晴らしいですね、うん、っていう方もいらっしゃってメッセージいただいてたんですけど、まあ、リクエストが皆さんマニアックなこうバスへのスナックみたいな曲ばっかりかけて、ね、言ってくるものですから、すいません、初めて聞いたので、曲の選択間違えましたみたいなのが来て気使わせてすいません、聞きたい曲を送ってくださいっていうね、全然なんかそういうこともありつつ、ね、うん、まああれですよ、大変ですよ大変ですすいませんすいません、気使わせてっていうねということで今日、はい、メールが届いてますね、早速ご紹介したいと思います。オレンジ色の優しささんからですね、いつもありがとうございます。こんばんは、糸満大綱引きに挑戦、短期決戦で両手がちぎれそうなぐらい汗だくで頑張りましたなんとか勝利して見知らぬ方々とハイタッチ、白銀堂万歳。地元ではかなり有名な大柄な男性が皆さんを笑わせていましたよ。最近瀬長島海風テラスがオープンしたらしく、約34店舗の飲食店等があって、地下1000メートルから湧き出る温泉で足湯を楽しむ方々もいて、景色もお手洗いも綺麗で、ケランマ諸島へ溶けていく。オレンジ色も優しかったです、うん、ということでリクエストよろしくお願いします。渡里哲也さん、口なしの花、普通に OK ですみたいなありますが来ましたが、ありがとうございます。海風テラス行きました？行かない、行ってないですね。あれいいですか、行きました？行ってないです。だってさ、うん、足びな方面に行くだけでも、うん、大概混むじゃん、そうそう道。そうなんですよ。で瀬長島に行こうと思ってって考えたら、どう考えても道混んでんなと思ったら行く気なくすよね。あれがなくなっちゃいますよね。抜け道もないしさ。そこなんですよね。うーん、でも結構すごいんですよね、やっぱり。なんかね、照り返し、白いから照り返しがすごいって聞きました眩しいっていうのを聞きましたけど、なんかそれもちょっとゾッとするなと思って。ネガティブ情報じゃないですか。そう、誰なんでしょうね、私にこういうネガティブな情報ばっかりくれる人なんかそれを行かない理由にするって、ね、多分あれじゃないですか、足びなの人じゃないですか客取られたわいっていう、これはちょっと流しとこうみたいな。そうよね、どうなの。だからプラザハウスもかなりダメージ受けてるっていう話で、なんかそういうのを流す番組でもいいんじゃないですか。うん、でもね、プラザハウスはもうあそこしかない、あそこにしかないものがほとんどだから、うん、復活はすると思うのね、はい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 、私個人の意見としては、はいはい、まあお高いのでそんなに手は出ないですけど、うんうん、 でもやっぱりね、ライカムにはない魅力があるところなので、うん、あそこは別に大丈夫だと思うんです。でもほら今日新聞にぎわってましたけど、うん、浦添に三栄の超大型店舗ができるっていう話、22年みたいな、うん、どうですかあれどうですか、どうなんですか。宮古島にもできるらしいですよ。でもライカムより大きくないでしょ。そこまで大きくないですけどそれライカムレベルって作るってことですか。ライカムより大きいのを作る。すごい、もう裏添えもう全体埋め尽くすみたいな。要は金沢の変換跡地を使うらしくて、海沿いに結構攻めてますね、うん、でもほら今日からさ、大きなこのショッピングはいはい、センターは11時閉店に全体的になってるみたいです。なんですか、全体的にって。その京塚だけじゃないんですか。京塚だけじゃなくてメインプレイスとか、多分メインギシクシカメインシティとか、ああいう大きいこうなんていうの、中に店舗が入って、なんていうの、なんていうんだった、ああいうのすいません、ショップみたいな、そう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 、専門店街みたいなのがあるところはあれなんですって、11時閉店になるんですって。で食品館が、食品館だけのところは今まで通りの営業。あ、
あ、そうなんですね。でその1時間分の人件費をその浦添のやつに多分ね。だから浦西の方に、浦西にできるのはどっちでしたっけ、イオンでしたっけ、三栄でしたっけ、浦西どっちかですよ。浦西なんかできるんですか、そこにも 駅の周りもね。あ、スタジアムみたいの作るみたいな。そんなに開発しなくてもよくないですか。どうなんでしょう、うん、沖縄の魅力がなくなるよね。 USJ も来たらもうどこでもいいんじゃんみたいな感じになっちゃうかと思いますよ。やった、やった、作りました。あ、なのでおかわりくださいの Facebook に誘導する投稿しました。あ、新一郎が何でしたっけ、このスヌーピーの登場人物みたいになれる、なんて言うんでしたっけ、こういうの、これスヌーピーメーカーみたいな、そういうのなんか作ってるので、お暇な方は別に暇じゃないっていう方は見なくても構わないですよ。ということで、あ、ガンちゃんさんも聞いてくれてますね、ありがとうございます。先週から多分聞いてくださってる方なんですよね。ありがとうございます。そう、先週じゃあガンちゃんさんからいただいてたリクエスト、はい、続けてお聞きいただきましょうかね。どうぞ。珍しいね、FM コーナーじゃなくてこのオカルトでさえあまりかからないのが、ね、洋楽がかかる。先週山内さんに言われたって、カズキがリクエストしたなんかブルーノマーズかけたらおかわりじゃないみたいだね。あ、そうです。山内さんなんかそう思ってますね。変な曲かける番組。そうそうそう、食べよう。あ、スヌーピーのやつこんな感じになるんですね。そうそうそうなんです。なんかあんまりこれ。ベーコンエッグみたいな味する。あ、いただきます。ニューヨークの朝食の味です。これわかんないですけど。ね、ベーコンエッグみたいな味。双方時代を思い出しました。ああ。どっちで。15で単身亡命した時のことを思い出しました。宮古にいただろう。うん、大量のケース。完全な親戚の感じ。台風情報みたいなのが電力からずっと来続けてますけど。なんなんでしょう。台風やばかったみたいですね。与那国ね。うん、で宮古島のそのコラ台風っていうのが80何メートルっていう記録を持ってた。その時、その父親とかもリアルタイムでやってて、友達の家とかなくなってたらしいですから、ドアだけ押されてたらしい。ドア押されてるけど屋根ないみたいな。お部屋の紹介とか。ああ、そうでしたね、今日。ね、ベーコンエッグの味がする、ね、うん、ベーコンっぽい。しますね。すごいですね。何も言わずに食べるって感じかもしれない。でもなんていうこのちゃんと卵の生臭い味っていうか。ああ、なんかね、シートスのウニ味っていうのがあって、どうしようって思ったんだけど、やめたんだよね。ちょっと気になるでしょ、うん、やっぱり、うん、ちょっとずつ食べたいですね。そうね、うん、ちょっとずつ送られてくるサービスをやりたいな。定期便、定期便、俺そういえば眠りの定期便ってやるんですけど、あ、なんかこの間言ってましたね。登録してください。言ってましたね、すっかり忘れてました。思い出してください。私先月末、先月末10日ぐらい前のメールを今朝返しましたからね。どう忘れてるの、嫌がらせされてたかな。ピャットなわけですね。はい、ありがとうございます。これ誰が投稿したんですか。トリン。あ、そうなんだ。どうした、タロスケさん、アニマースの仕事書きます。うん、そうだ、高槻さんに送ったポテトチップスが
沖縄の塩わさビーフっていう、うん、あれは沖縄だけじゃないわけ、はい、ぼちぼちです。 CM 入れます？はい、うん、で1個はその沖縄そばのポテチで、たまたま道の駅にこの間行ったらあれだったコンビーフ発祥の味、コンビーフ発祥味ですか、の沖ハムから出てるポテチです。それ3つ送って、ちょうどパンパンでしたどうして茨城ですか、うん、上層市、うん、被害が起きた、うん、あ、初見、ありがとうございます、おはようございます。カレーもらいましたかカレーまだあるので、来に来てください。カレーあとどうなるの、まだ見てない、一気ずつ入ってるくばら、私の本部くばら、とりあえず身内にくばって、うん、絶対断られないじゃないですか、あれはそのかさぼるものなんです、うん、沖ハムはハム屋さんですよ、うん、でもあれだよね、ギャバーなんか最近社長が長生きの秘訣はって出てるやつ沖ハムだよね。ああ、そうそう、知らないでしたですね顔や声聞いてすごく癒されますやってくれてるけどごめんなさいね、おかしゃれてます飲食禁止なんです。美味しいな、でもお腹空いてんだ、うん、お腹空いてたら大体のものは美味しい沖ハムは基本的にハム屋さん、沖ハムですよ。最近はパパイヤのを使ったパパイヤ酵素のなんか飲み物みたいなのが、あれやっけ、スッポンね、スッポン屋さんやってるよ、女さんのあそこで、スッポン屋さん、スッポン使った料理を出してる、そう、うん、はい、ぼちぼちでーす。男の人もかっこいいし。はい、お届けしましたのは、先週ガンちゃんさんからリクエストをいただいてましたマルーン5でシュガーお送りいたしました。うん、エフエムコザっぽく、エフエムコザじゃない、お帰りくださいっぽくない、ね、お帰りください、でもこんなことできる、そう、何でもできるよっていう、うん、何でもできますよ。アニソンかからないよね、でもあんまり。ああ、そっか。アニソンかけます？たまに来るけどなかったりする。あ、多分確率的にそういう感じなんだと思う。多分アニソン聞く人があまりいないというのが、ごめんなさいね、あの別に変な差別的な意味ではなくて、ライブラリーが増えていかないっていうのはそういうことなのかな。そういうことなんですよね。実は思っておりますが。っていうかね、今すいません、曲の間中ずっとお菓子食べてました。うん、おいしい。お腹空いてるからか、ね、期間限定のプリングルス、別にねどっかの、ま、回し物じゃないですよ、うん、プリングルス以前は何でしたっけ、スイートシナモン味っていう結構変わったやつを最近ちょっとね挑戦的になってきてるプリングルスですが、うんうん、ニューヨークの朝食の味エッグベネニ失礼しました、もう一回お願いします、ニューヨークの朝食の味エッグベネディクトエッグベネディクトっていうのって、はい、最近ですよね、名前聞き出したのって。そうですね、ちょっとパンケーキと一緒に流行ってましたかね。何でしたっけ、イングリッシュマフィンの上に卵乗せて、あとなんかオランデーズソースでマヨネーズソースみたいなやつをかけて、うん、あんま好きじゃないごめんなさい、あんま好きじゃないけど、どんな味かなと思って。確かにでもね、すごかったじゃないですか、卵っぽい味と、うん、そのね、お肉の味がそう、ベーコンっぽい味がするんですよね。何なんでしょうね、何エキスなんでしょう、ね、エッグベネディクトにしましょうみたいな話になる過程が知りたいですよね。他にやっぱ流行ってるからじゃない、いろいろあってその中から選ばれるわけじゃないですか。あ、でもねこれね、うん、原産国がマレーシアなんですよこれマレーシアでも売られてるのかな、もともとあったとかですか、もしかして。マレーシアエッグベネディクト国ですか。いやいや違いますけど、まあ、ニューヨークの朝食の味っていうのがあるってことは、もう流行りを意識したっていうことだと思うんです。こう東京みたいにさ、マレーシアでもさ、こう世界的に流行ってるらしいわよみたいなのがあるのかどうか、うん、検索しましょう分かんないけどね。いやでも美味しい、うん、結
興味のある方は召し上がってみてください。ない方は別に結構です。回し物じゃないのでね。本当はあのカラムーチョのすごい辛そうなやつがあったんですけど、カラムーチョ、あの細長いやつはカラムーチョ、カラムーチョですね、うん、カラムーチョですね。なんかすごい辛そうなやつがあったんですけど、カラムーチョでも昔より辛くないですよね、あのスタンダードなやつ。それただ舌が鈍化したんですか。多分そうだと、大人になったんだと思いますよ。なんか、うん、自分で買ってまで食べて痛めつけるのは自分を大事にしようと思ってやめました。あとなんかね、黒ごま入りの季節限定、うんうん、お札スナックはすごい個人的に食べたかったんですけど、お札、うん、さつまいものやつ、そう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 、やめました。今日はこれで勘弁してください。いやでもいいと思います。で今日もめ食べながらお送りしたいと思います。そしてメールもいただいております。みんみんさん、お久しぶりですね。みんみんです。なみさん、しんいちろうさん、せいきさん、こんばんは。こんばんは。しんいちろうさんとは初めてかと思います。あ、そうですね。あ、そうですよね、多分私一人でしたね。俺でもこれからちょっと来ますよ。お、かっこいい、うん、あの 1,2 分遅れでセーフって言いながらでしょ。こちらも FMO 宜野湾に負けずに盛り上がりましょうね。リクエストお願いします。本田美奈子さんの曲ってありますか。テンプテーションだと思います、これ確か。あ、そうですね。なテンプテーションが希望ですが、なければあるやつで、堀ちえみ、堀ちえみ、なければ堀ちえみ、さよならの物語という曲がありますので、じゃあそちらを後ほどおかけしましょうかね、うん、ありがとうございます。リクエスト溜まってってますよね。溜まってます、溜まってます。で、そう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 、 FM ギノワン、今話が出ましたけど、うん、今日開局、はいはい、ギノワン市長の第一声でオープンしてるし、佐喜真市長、すごいすごいね。ギノワン市長も番組持ってるんですか。いや、なんか第一声が市長の声だったらしいんですけど、うん、FM21 開局しました。それ裏添いだし。マジなんかボケで、ボケなのかな、言ったらしいんですけど、うん、凍りついたわけだね。それ聞いて僕バカ野郎って言いました。これも FM 講座だから言えるわけですよね。いやー、うん、まあでも向こうはさっきあのね、こっちギャラリーの方に来てたアッキーさんから生中継の様子を見せてもらいましたけど、賑、うん、やかにライブなども行われておりまして、すごい、まあ、今日も初っ端だから、そう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 、呼ばれてないのって言われて、誰か呼ばれてるのとちょっとショックだったんですけど、まあいいですけどね、番組があるのでね、うん、私たちはね、呼ばれますよ後々、もしくは構想に発展しますよ。ティリリティリリやる、小座対ギノワンですって、怖い怖いですって一言ですよ。はい、でも正規さんバカ野郎がかなり響いてますね。皆さん反応してますよ。そうですか、やべはい、ね、じゃあどうしようかな、曲。新一郎はね、先週、うん、なんか言いました、フレンズって言ってたんだけど、あれ、あ、レベッカ、あれ、レベッカ、あれ、M ステのやつでしょ。聞きたい？もういい、もういいって、じゃあそれ飛ばしてください。でこちらも先週金華男子さんからもね、メッセージリクエストいただいてたので、こちらの曲をあの番組の雰囲気に合わせたリクエストということで、そうかけて、あのリクエストくださったのでお聞きいただきましょうかね。浅川真希で夜が明けたなら。もうタイトルが最高です、うん、なんか悲しいけど、夜が明けるなら、私これ終了して開始して、ささやき声が聞かれた、語りから入るみたいですね。やばい、かっこいい、うわ渋いっすね。こういうのいいね、ここ合うんじゃない。うん、 FM 小座の雰囲気に合うんじゃない。ここはもう渋いな、素晴らしい、うんうん、これ聞こえてますよね、みんな、あのツイキャスには聞こえてますよね、うん、あの車でラジオか、ラジオ聞いてきたんですけど、うん、なんで最近の曲があんなクソなんですか。なんでクソなんですか。
かんないですけど、あのなんかの映画を批評する番組かなんかで、映画見てストーリーがいいっていうのはおかしいって話をするしてる人がいたんですよ。映画はストーリーっていうよりはストーリーも大事だけど、どっちかってその映画であることの意味をこう追求しないといけないって言って、なるほどなと思ってたんですけど、そのさっき聴いてきた曲が、そのメロディーとかも超単調で、リズムも単調なんですよ。多分歌詞をこう聞かしたいんだろうなと思う。歌詞作文みたいなんですよ。なんかもう本当になんかあなたと入れて嬉しいみたいなことをずっと延々言うみたいな。で、なんかなこうこれいいのかなと思って。でこれ聞くと、これ聞くといいなって思うじゃないですか。この曲の雰囲気と多分この歌詞の感じとかも合ってるし、しかも夜が明けたら多分ね悲しい結末が待ってるわけです。勝手に決めてるよ。そういう感じですよ。ポリチエミの曲って何でしたっけ？え、ポリチエミはさよならの物語です。これはまた悲しそうな、これしかないです。夜が明けたら来てるんだと思う。ニャンパラさんはどこの人？はい、素敵な曲、リクエストありがとうございます。素敵。この番組に合いそうだなと思って、ね、ちょっと間違ったなって思った選択からのこの曲で。逆にこんな気を使わせる番組あんな、この番組だったらこういう感じでいいのかなって思ってくださったことが本当にありがたいですね。気色コーナーとかやってるのにね。いや、浅川真紀で夜が明けたの。浅川真紀さんってのは有名人ですか？カルメン真紀じゃないんだなっていうね。カルメン真紀も分かんないですけど、カルメン真紀って有名人ですか？時には母のない子のようですよ。カルメン真紀っていうんですか？はい、確か。初めて聞きました。あらま、その曲は知ってると思いますけど、多分ですね70年代、あのヒッピーとかの頃が流行った頃の人じゃないかな。フォークソングとかああいうのとこういくつかこう畑違いというか、うん、そういう頃の曲だと思います。多分ですけどね。いや、よかった。なんかでもこういうなんかこうほらしっとりした感じとか、うん、色っぽい感じとかなんか艶っぽい感じみたいな曲ないじゃないですか。もう、うん、歌える人はいないのですかね。それとも歌ってるけど外出てこないだけなのかが分かんないですけど、出てこないんじゃないかな、ね、あんまテレビとかに合わないんでしょうね。でしょうね。エゴラッピンとか前もリクエスト、ね、とっても久しぶりに聞きましたけど、だからついついこういいなと思って聞いてたはずなのに、うん、うっかり忘れててこうリクエストをもらって確かにおーって思い出すっていうのは、そうなんとなくこうラジオやってて得だなっていう思うことはありますよね、うん、昔妹とそのあーいたねってより思わせた方が勝ちっていうゲームをやってた。何だったかな、なんかすごいの出てきてもう完敗を認めたって記憶がある。それすら忘れてるんですけど。あ、でもなそのゲームすごい面白そう。ギャフンと言わせるわけでしょ。先行後攻があるんですよ。うん。はあ、面白い。そういうゲームやってみたいけど、今ただほら職場がさ若い子が多いからさ、はいはい、この間何が辛かったって、あの木梨昇吉を見かけたわけよ。うん、で。したらで木梨昇吉を見かけた話をしまして、うんうん、その後にですねハイサイおじさんを作ったの誰か分かるって聞いたら、はいはいはい、分からないと言われまして、それが21歳の子、うんうん、23歳の子、うん、
わからないかもしれないなって若干思いましたけれども、ただほらこの間2年ぐらい前ですかね、高校野球の応援でハイサイおじさん使っちゃいけないっていう問題があったから、わかるかなと思って聞いたんですけど、わからないと。で27歳、さすがにわかるだろうと思ったら、ミュージシャンであることすら気づかず、なんかこう政治家の面しかわからないみたいな。小吉のことってこと？そう、もちろんハイサイおじさん作ったのが木梨小吉ってもわからないっていうのがあって、衝撃でですね、あんだけ毎年聞いてるでしょあんたたちっていう。でそれをこの間あのいとこで先週、いとこ会っていう集まりをしたんですけど、仲良し親戚ですよね。20、30ぐらいまでね、分からなかったんですね。分からなかったんですか。もう30オーバーの人たちがっかりですよ、こうやって。そう、マジですか。ね、多分27歳って今平成27年じゃないですか。そうですね、平成生まれなんですよ。そこら辺はなんか無条件にしょうがないと思っちゃうっていうか、でも、まあ、木梨昇吉をリスペクトとかそういうのではなくて、沖縄であれば具志堅用高知ってるよぐらいの影響で、木梨昇吉はハイサイおじさん作った人でしょっていうならないんだなって思って。そうですね、じゃああれ聞いて、あれもそのやっぱ野球でしか聞かないってことですか。おそらくなんか民謡みたいなもんなんじゃないですかって言われたのね。そっか、民謡の作曲者とか分かんないみたいな話ですね。そう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 、童謡の作った人分かんないみたいなぐらいの。全員滝廉太郎でいいですよ。それありなの。工場の月ぐらいしか知らないけど。大丈夫かな。最近その俺らとかパソコンとか使うじゃないですか、常にパソコン見てるんで、常にネットつながってるので、あの流行りのその定額制音楽サービスっていうのを片っ端から試していくわけですよ。ほう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 。で、Apple Music なり、その LINE Music とか全部やるんですけど、あれかなり結構良くて、音楽好きにはたまらないと思います。その知らない人たちとか知ることもできるし、そうですね。ただ延々聞けるんですよ。だからそういうのいいなと思うんですけど、あんまりその昔みたいにその好きな人に対する熱みたいのはだんだん薄れてきますよね。一つ一つに対するそのあれがすごい軽い。確かにめちゃめちゃ軽くて、あと一個問題だなと思ったのは、最近それでその東京カランコロンっていうバンドがあって、はい、それ好きになったんですよ。あ、いいなと思って、で男の人と女の人で歌ってるんですけど、その二人とも曲作ってるんですね。どっちがどの曲を作ってるのかっていうのを調べようとしたら調べきれないんですよ。へー。作詞作曲の情報ってホームページにも載ってないんですよ。へー。だから、あ、これ結構なんか嫌だなと思って、昔 CD とか見て絶対載ってたじゃないですか。もう歌詞カードとかも覚えてたよね、見ながら。でそこで誰がアレンジが誰とか全部書かれてるんですよ。でないんですよね、情報が。はあ。その iTunes とか見ても、そのもしかしたらもっと深いとこ行ったらあるかもしれないですけど、なんかちょっと寂しいなっていう気がしますよね。便利だけどなんか愛着が薄れていくというか。へえ、そこは気づかなかった、でもかなり楽しいですね、あの定学生。へえ。へえ。洋楽とかだったらもう本当に何千万曲あるので、昔のやつからありますよ。デュランデュランもある。ありますね、もうありますよ。あの本当に60年代とかそういう CD なんてやつはほとんどあるんじゃないですかね。うん、アーハーとかもある。ある、全部ある、何でもある。この間テイクオンミーがね、FM講座の番組がない時に流れててね、一人でご機嫌で聞いてたんだけど、中学生時代に流行ってたから、ワクワクとか思いながら聞いてたんですけどね。日本語がね、日本語が？日本語の曲があんまないので、ああ、そうなんだ、ね。まだ浸透してない、そうそう、日本の業界には。日本の業界が嫌がってるっていう話ですね。いや、あんまり出してくれない。そうなんですね。そしてアッキーさんから、聞いてくれてるんですね、まだ。ありがとうございます、まだだって。ナミさん、ナミさん、今日の曲は田村直美、譲れない願い、あったらよろしくお願いします。懐かしい。すごく懐かしいですけど、あるのかなと思いきやないそうです。罰いただきました、正規さんに。田村つながりでなんかないですか。田村正和なんか歌ってないですか。ちょっとワクワクして探し出したじゃない。ないそうです、アッキーさん、ごめんなさい。田村正和は歌ってないそうです、残念です。ミートポップのやつが歌ってないです。
さーて、じゃあオレンジ色の久しさんのリクエストをお届けしましょうかね。また渋い曲が流れますよ。渡り哲也で口なしの花。それ待って買ってますよね。この間あの花の、うんうんうん、あのなんとかのドラマやってたじゃない、うんうん、であの漫画が人気だってのは知ってたの。でアニメも人気だってのは知ってたの、うん、読んだことがなくてドラマを見たんだけど、そのドラマを見ながらツイッター見てたらすごい面白くて、すごく漫画が読みたいのに持ってない。持ってない。あれ漫画なんですか。アニメがすごい評価されてるんですか。そう、もともと漫画ででアニメがもう大バカします。そう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 、もうなんかそういう切ない系のやつ見れないぞ。もううつ病になっちゃう。切ないのが待ってると思うと見づらくて。でアンパンマンのやつとかで、ね、映画とかで言うと、あれで命の星のドーリーって言って、人間に命が宿って、それ見ます。あ、結構です。見なかったら結末見ますけど、ドリすぐ手前だったんですよ。もう適当なことやっちゃうので、みんな迷惑かけて、せっかくの命だから好きなことやるべきだみたいな話するんですけど、でも最後はそれでは周りからすごいかぶられちゃうっていう。で最後は自分の命をアンパンマンにあげるんですよ。アンパンマン一回死ぬんですよ。やって人形に戻っちゃうんですよ。でもそれ見てる時、うちの娘と号泣したんですよ。通りっていう感じですね。うん、存在は泣くので、その、ちゃんとした切ない映画も見れないです。でもね、全然泣けなかったよ。全然泣けなかったんだけど、途中で気づいたのが、主人公の男の子が、うん、ウーアと村上純の息子だっていうのが、そっちの方に見を取られて、すげえなーと。そんな大きくなってるんですか。うん、すごい、そう、存在感のある子だったんで、うん、で、普通にふーんって思って、あ、高畑敦子の息子だなとか、それぐらいの目で見てたのと、あと出てくる子のあだ名がアナルだったのか、ずっと衝撃的で、なんかそういう感じで普通に見てた、斜め上ぐらいから見てたんだけど。びっくりした。もうほんとそれがびっくりした。似てる、似てるでしょ。そう、こんな時は知ってましたよ。びっくりした。もうほんとに衝撃的だった。ウーマ今見るとそこら辺にいそうっすね。沖縄しばらくいたもんね。沖縄っぽい人ですね。 2,3 年いたよね。村上純も久しぶりに見た。すごい変わってるよね。劣化が激しいというか。これスキャットマン・ジョンって何分あるんですか。スキャットマン・ジョンって何分あるんですか。3分33分いけるか、ここまでなんですか。定額で見れるやつを見てるんですけど、それにもあの花があるんですよ。で、ただにこう、つないって分かってたら見れないんですけど、代わりに進撃の巨人とかなんですよ。進撃の巨人も、まあ漫画で見てるし、ウォーキングデッドっていうのもゾンビなんですよ。なんか、あれは
見てるとつっぽくなる。もう辛すぎて、逆にこの生活が辛すぎてっていうか、もうそのもう周りにゾンビだらけなんで、どうにかして生きていかなきゃいけないんですけど、みんなで集まってもその集まりの中で問題が起こるんですよ。毎日こんなに繰り返して絶対死ぬのやめたくなるな。リック頑張るな。楽しみにしてたドラマとかもあったから、テレビつまんないし、もうあとはね、年始に担当アビシーズンも始まる。はい、ぼちぼちです。心穏やかに待つしかない。はい、お送りしましたのが渡り哲也で、はい、口なしの花。もう曲中もお送りいたしました。ワンピースの話ですよ。嘘つけ。頂上決戦の話に盛り上がりましたね。ワンピースさ、ほらハッスルがさ好きでさ、ずっと言ってたじゃない。言ってましたね。15巻まで借りてさ、もうあれから読んでないもんね。もうあれも何年前の話でしょ。仲間の大切さをみたいなやつですよね。そう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 。聞いてくれてるんですかね、たまには。わかんない、もうあれですよね、ただただただ持久力しかつけてない。うん、わけわかんないね、あの人。そのワンピース田中邦衛さん出てるんですよ。え、田中邦衛、高倉健、松平健、違うあの若い俳優いたじゃないですか、死んじゃった松田優作。松田優作が最初の海軍の三大ボスだったんですよ。でももう完全にそっち側の人が好きで、もともとそういう昔のこう時代劇とかの人気者が大好きな作者なんですよ。ね、でそういうのを出してた、だから若い読者はよく分かんないと思うんですけど、俺らが見るとはっきり分かるんで、あーあーああみたいになるわけだ。面白い。しかも性格も若干その喋り方とかもそれに合わせているので。そうなのね。そうそう、だから意外に面白いですけど、でも最近はちょっとね、みんなの共通見解としてちょっとテンション下がってる。ああ、そうなんですね。で15巻で挫折した人間としては、そうそうそう、80巻あります、ね、無理です、無理です。最近、昨日までかな、56巻分をネットで無料配信しました。56時間限定で。ああ、でも速読できるから大丈夫。速読もう無理だけど。さあ、今日最後の曲、もう一曲だけお届けしましょうかね。もう早いもので終わりの時間近づいてますが、太郎介さんからのリクエスト、一曲軽くちゃちゃっとお送りいたしましょう。スキャットマンジョン。にゃん。何歳ですか、大臣氏。17歳。永遠の17歳。最高のメッセージ返すのが進んできて。リアルがつらい。本当にアローガンの今日簡易なやつにもちょっと持ってこかないか。今日バス乗ったんですけど、マイク壊れちゃった。あ、局前来たの。そう、じゃあ積みそうそうそうなんですよ。バス乗って言うんですけど、バス乗ってなんか本でも読もうと思って一瞬で寝てしまって。衰えを感じます。バス乗らない紫外線。紫外線な、何番かな。97か25。そうそうそう、それそれ。あー、寒くないけど紫外線ガンガンに寒い。殺す気じゃないかっていうぐらい。で、ほら、クーラーの口閉められるじゃない、うん、あそこを閉めても横からのこのバス全体を冷やすところがガンガンに当たってくる。それ行ったらいいんじゃないですか、寒いですって。いや、でも時々弱まったりするの、ゴーって音がなんかそれ必ず、必ずその特定の運転手の時々寒い。いや多分ね、車が新しいからだと思う。ああ、紫外線乗ったことないと思う。あれ最初のお金払うんですか。そう今だと大きかったから。意外にあれ浸透してますね。今日バス乗ったら結構な人が一緒に乗ってた。
時でもあれバスの中でチャージするのに感じの悪い運転手さんと思いました。違うみたいな話してもう一回だってやったりする人がいるから、一回やったんだけど怖くてモノレールの駅でチャージしてバスに乗るのにいちいちモノレールの駅に。なんかでもおっちゃんとかかわいそうですよね、その覚えないといけないけど。うん、昔タクシー乗った時にあのエディがいっぱいあったので、エディっていうの乗ってるやつを探してタクシー乗ったんですよ。エディで払いますよって乗って、最終的にエディ払おうと思ったらおっちゃん完全に装置の使い方わからなくて壊れてますって言う現金で払ったっていう。へえ、こんばんは、もう終わる時間ですけど、波素材さんで、さだなみさんでお願いします。ああ、じゃあ船さんの、うん、声については見解が来週から変わるんですよね、うん、来週じゃあそれについて言わないといけないじゃないですかお腹空いたよね、うん、最後のセリフが話題になってました。なんと見てたけど最後のセリフなんか最後のセリフはお帰りになったらかんだな。はい、ぼちぼちです。はい、お送りしましたのはタロスケさんからのリクエストで、うん、スキャットマンでスキャットマンジョンお送りしました。最近はあれですよね、うん、プッチンプリンの CM、 うん、最近プッチンプリンの CM もう一回出てるんですか、ですよ、ね、んもう一回出てるんですか。うん、あの何でしたっけ、あのアイススケートの、アイススケートのじゃない、本田美優ちゃんかな、はあはあ、うん、本田美優ちゃんがやってるリクの CM のプッチンプリンの CM で、うん、多分あれスキャットマンだと思うんですけどね、懐かしいなっていう感じの CM やってますけど、死んだのも衝撃的でしたけどね波サザエさんじゃない、サザナミさんつってるでしょ気づいてくれんかったからアカウント変えてきたって、タイガースのアカウントじゃ気づきませんよ。でも AKB ってついてるから多分そうかなと思いましたけどね、うん、そしてなんか業務用というメールが届いてるので多分正規さん見た方がいいメールが5つ届いてますね。なんだこれはってブツブツ言ってますけど、はい、あともう3分ほどで今日の放送も終わりますけども、曲がね、堀ちえみの曲がストックされましたね、みみんさんからのリクエストおかけできなかったのでまた来週にお届けしたいと思いますが、うん、どうですか今日久しぶりにがっつり1時間いたんじゃない。ちゃんと来ますよ、まあ、次から先々週ぐらいがある、うん、あの次からっていうかちゃんとやりますよちゃんと、うん、あの逆にスポンサー探そうと思って。そうよね、あと T シャツはどうなった。 T シャツ、あ、そう、俺持ってくの忘れた、あの手書きのやつがあったんですけどね。あらまあ、あとであっちにあげておきます、あのあフェイスブックに。さ、あとあとでが何ヶ月にやったりするから、今やればいいのに本当にこれ永遠の課題ですよね。そう、フェイスブックのページね、なかなか更新されないですけど、たまに見たら何か載ってるかもしれないのでよかったらあのおかわりくださいで検索してみてください。ツイッターもね最近全然つぶやかなくなったのでねパソコンが壊れ、パソコン壊れたんです。そうだ、なんかパソコンも壊れてバイクも壊れて、あ、そろそろ洗濯機とか壊れるよ。そうそう、なんかもう壊れつつあるんですよ。だからなんか9月ちょっとやばいかなっていう。オータムジャンボ買うべきじゃない。あー、なるほどね、過去最高らしいですよ、前後賞合わせて5億円つってましたよ。やってみようかな。あれ します、あの木曜日じゃないですか、はい、木曜日にロト6やるんですよしますって何なの。ロト6を10週連続分買っといて毎回ここで昇降ですどんな番組をしたいわけ何なの。面白そう、しかもリスナーの人も調べたら分かるじゃないですか、だからこっち選んだ数字は言わないんですよ。うん、今回は3個当たったって3文字当たったみたいなのでやると楽しめるじゃないですかいいわ個人的にやります、うん、堅実にやりましょう
毎週木曜日だからっていう理由がそれかいと思って。いいじゃないですか、木曜日。あ、そうだそうだ。ね、来週じゃないか、再来週か。普天間祭りも12日にありますよ。そうだ。今週末告知来るんですか。告知来ないかな。告知は宜野湾に行くんですか。いや、近所ですからね、わからないです。まあでも日渡り業おすすめですので、ぜひ。なる、面白いですね。また来週告示しましょうかね、勝手に。頼まれてもいないけど、ということで。しましょうしましょう、ね、あと 30秒ほどですね。もう終わりです。今週もありがとうございました。せっかくだからでも来てもらった方がいいんじゃないですか。忙しいんじゃないの。台湾に最近よく行ってるんですか、あの人たちは。いや、台湾語で更新されてる。あ、もともと見る方もいらっしゃるらしいです。沖縄に来る台湾の方も多いので。なんでごちょ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 言ってますけど、来週ね、普天間祭りの告知をしましょう、はい、よければ来てくださいというお声かけもしましょう。ということで、また来週も皆さん聞いてくださいね。カレーまだあるので、お近くの方ぜひもらいに来てください。 そして感想もお待ちしております。トマトコーポレーションです。はい、トマトコーポレーションで検索してください。ではまた来週聞いてください。じゃんけんぽん。ギリギリだ。